茨城県道260号矢原行き住みか、東野商船上ミ市シ井茨城県道、千葉県道260号矢原行き住みか、東野商船は、茨城県鹿島市から、茨城県上須市を経由して、千葉県東野商庁に至る、一般県道である。1974年10月4日、前身にあたる県道スカイき住みか、東野商船が廃止され、起点を、 茨城県鹿島郡鹿島町大和谷原、終点を千葉県、香取郡東野小町を区間とする県道谷原行き、住処、東野小線が路線認定される。後に整理番号260に変更され現在に至る。基本は対向2車線の道路だが、上栖市、下畑上栖市萩原の区間は、センターラインなしの1車線の区間が続く。特に、上栖市、 高浜石上柴崎萩原の各地区は、池垣集落の中を県道が通過し、普通車でもすれ違いに注意を要するほど狭いため、大型車は通行ができない。終点近くの日立と根川とと根川のとかでは、地元で通称逆水門と呼ばれる川口石上が道路となる、構造の橋がかかっていることが特徴で、重量制限14トンの交通規制中である。 道路法の規定に基づき、茨城県内の鹿島市、ワニ川上須市下畑区間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。AB、道路の区域決定。 茨城県方号外 P3ABCDE 茨城県道路県境長所平成26年4月1日現在県道路線の廃止茨城県方号外 P2AB 県道路線の認定茨城県方号外 P1ABC5 茨城県法、第6274号11月18日より県道路線認定茨城県法、 号外10月14日より、県道路線の認定12月11日、茨城県国五百5 7 3号、茨城県法、第5562号12月11日より、県道路線の廃止12月11日、茨城県国五百5 7 6号、茨城県法、第5562号12月11日より、道路の区域変更、道路の共用開始、 茨城県法第 6065PP56 60道路の共用開始茨城県号外 P5 県道の路線名及び整理番号の変更茨城県法第637号 PP82 道路の専用を制限する区域の指定茨城県法第2 9 8 5号 PP1828 ありがとうございます